はい、本日も始まりました「コレパ放送局」。今回はコンビニのローソンがワールドトリガーの一番くじをね販売するということで、こちらの情報をお伝えしていこうと思います。ワールドトリガーがね好きな方は是非最後まで聞いていただけるとありがたいです。はい、ということで今回コンビニのローソンでワールドトリガー戦えそして証明しろのこちらのね一番くじが販売されるということで、こちら実施期間が2022年6月4日の土曜日より順次発売予定ということで、商品がなくなり次第終了というふうになっております。で、店舗によって販売日発売開始時間がね異なる場合がございますので、あらかじめご了承くださいというふうになってて、メーカー希望小売価格は1回700円の税込みっていうふうになっております。で、大人気テレビアニメ「ワールドトリガー」のキャラクターがチョコノッコフィギュアや一番くじ限定の書き下ろしを使用したイラストボード、タペストリー、アクリルスタンドのほかラバーキーホルダーもアソートされたバラエティ豊かなラインナップとして登場というふうになっております。で、こちらの一番くじワールドトリガー戦えそして証明しろなんですけど、取扱店がローソン、もちろんねローソンコンビニのローソンはあるんですけど、書店、ホビーショップ、ゲームセンター、ジャンプショップ、一番くじオンラインなどっていう風になってて、ジャンプショップってあるんですけど、ジャンプショップって何ちょっとわからない名前が1個出てきたんだけどちょっとびっくりしてます。で、ダブルチャンスキャンペーン期間があって、こちら販売日より2022年の9月末日っていうふうになっております。で、店舗の事情によってねお取り扱いが中止になる場合や販売時期が異なる場合があるということはご了承くださいというふうになっております。で、画像や実際の商品と異なる場合があり、掲載されている内容は予告なく変更する場合がございますというふうになっております。で、今回の戦えそして証明しろ用の書き下ろしイラストっていうことでね、めちゃめちゃねかっこいいんですよね。王子隊の王子だったりとかね、二宮さんだったりとか、もう B 級上位ランクの隊長クラスがメインに入ってるって感じかな。じゃあもう早速ね、紹介していこうかなと思うんですけど、まず A 賞書き下ろしイラストボード、こちらは全1種で A3 サイズ。いや、これのイラストボードはマジかっこいいんですよ。三雲が真ん中にいるっていうのはまあ別にまあいいんだけど、これやっぱね正直男性向けではないよね。まあワートリ自体女性向けのアニメっていうかね、女性人気高いんだけど、まあ男性もねもちろん好きな方ねいっぱいいると思うんですけど、まあ僕もね好きなアニメですけどね、もう全くイラストボードに女性が一人もいないっていうね、ちょっと面白い感じですよね。はい、続いてが B 賞玉駒支部チョコノッコフィギュア、全5種でうちシークレットが1種で、クローズドパッケージで約 4.5 センチ、チョコノッコシリーズですね。シークレット、これ誰だ、地下アマトリ地下っていうパターンはあるのか、ありそうな気もするけどどうなんだろうね、誰なんだろうね、ちょっとこれは予想がつかないな。雷神丸とかねあるかな、ないよね絶対ね。はい、次 C 賞は B 級単位チョコノッコフィギュア、こちらも全5種でクローズドパッケージ約 4.5 センチっていうことでね、チョコノッコシリーズですね。二宮さんと影と湯葉さんに王子と生駒さんですね。はい、 D 賞がタペストリー三雲修と久我悠真、全1種で A3 サイズのタペストリーですね。はい、 E 賞タペストリーで陣雄一、こちらも全1種 A3 サイズ。いやー、陣さんかっこいいね。このメガネがすごいよね、なかなかな。はい、 F 賞タペストリーでヒュース、全1種で A3 サイズ。やっぱりヒュースは人気だよね。今回登場するキャラクターが後ろに乗ってるって感じなのかな。はい、 G 賞がタペストリーで立川圭、全1種 A3 サイズで、立川隊の立川隊長だね。刀が3本で俺2本っていうね、この辺はねアニメ見てる方はねあーっていうパターンですよね。はい、 H 賞タペストリー出雲公平、全1種で A3 サイズ。鉄砲バカってね、鉄砲バカだっけ、なんかちょっと違うな、なんだっけ、玉バカですね、玉バカの泉さんです。はい、続いてが I 賞タペストリー二宮正隆、全1種で A3 サイズ。二宮さんはねやっぱ後ろ向きだよね。後ろ向きから見てる格好が絶対かっこいいよね、これ。はい、J 賞はタペストリーで影浦雅人、こちら全一種で A3 サイズということで、影もかっこいいよね、これね。これかっこいいな、ありだな。はい、K 賞はタペストリーで生駒達人、全一種で A3 サイズということでね。生駒さん、このカラーはありだね。生駒って言ったら生駒旋風しか出てこないんだけどね。はい、L 賞タペストリーで王子和明、全一種の A3 サイズ。王子隊の王子だね。石田さんだっけ、今回は。どっかで一波乱あるんでしょうか。あの人といえばって感じですからね。はい、M 賞アクリルスタンド全10種。こちら選べるっていうことでね、ありがたいですね。アクリルスタンド全10種は選べる。約8センチから12センチってことでね、高さが若干違ったりっていうか、かがんでる方が8センチ立ってて、なんか物持ってるのが一番12センチって感じかな。二宮さんが一番背高そうだね、これね。いや、これアクリルスタンド選べるっていうのはね、ちょっと優しい感じしますね。僕の中ではありな商品だと思うんですけど、 N 賞 A 級&玉駒支部推したい名ラバーキーホルダー全5種。推したいなっていうね、推したいなっていいのかな。はい、推したいなクローズドパッケージ約8センチから12センチっていうことで、玉駒第2、玉駒第1、立川隊、風間隊、三輪隊っていうことだよね。対名、推したい名にキャラクターがちゃんと入ってて、体調が上でって感じだよね。ちゃんとね、オペレーターも入ってるのがね、優しさですね、こちらね。はい、王将。なかなか王将っていうことないけどね。はい、上位 B 級、推したいなラバーキーホルダー全4種。クローズドパッケージで約8センチから約12センチってことで、二宮隊、影浦隊、生駒隊に王子隊。いやー、なかなかね、影のやつ欲しいですね、僕はこの中では。はい、P 賞 B 級推したいなラバーキーホルダー全4種。クローズドパッケージで約8センチから12センチ。湯葉隊、鈴なり第一、荒船隊、香取隊。人気の隊ばっかだね、やっぱりね。はい、最後、ラストワン賞チョコノコセットということで、チョコノコシリーズだね。チョコノコセット約 4.5 センチ。こちらは三雲、優馬、仁さんにヒュース、みんな3のね口してますね。こちら4個セットで、最後の1個を引くと手に入るってことでね、ラストワンショーになってます。今回ね、タペストリーがめちゃめちゃかっこいいんだけど、なんだろうね、ブラックライトで照らすと綺麗になってるのかな。これは通常でありなのかちょっとわかんないですけどね、物はめちゃめちゃ良さそうですよ。で、こちらのね、1番くじワールドトリガー戦い、そして証明しろの1番くじオリジナルカードがプレゼントされるということでね。で、キャラクターがおさむ、ゆうま、じんさんにヒュース、立川さんと泉で、二宮さんに影と生駒さんと王子っていう10種類だね。で、先着10枚限定ということでね、一番くじワールドトリガー戦い、そして証明しろを一度に5回購入するとその場で1枚プレゼントということで、こちらはね、一度に10回購入すると2枚、15回購入すると3枚というように、5回購入付き1枚のプレゼントということで、同一店舗で一度に5回購入が条件っていう。で、配布方法は店舗により異なると。お好きな種類を選べない場合もありますのでご了承くださいというふうにね、店舗によっては店員さんが渡すバージョンがあるっていうことですかね。好きなものを選べそうな感じをしますけど、店舗によりお取り扱いのない場合や実施期間が異なる場合があると。で、数に限りがありますので、なくなりしたら終了で、画像と商品は多少異なる場合がありますで、一番くじオンラインはもちろんね、対象外になっております。これ10種類集めるとなると50回、ほぼ箱買いですね、これね。で、これ一度に5回っていうことなので、2回3回って買う分にはダメらしいので気をつけてください。で、最後なんですけど、ダブルチャンスキャンペーン、こちらもチョコノッコセットになります。ラストワン賞のチョコノッコセットを抽選で30個プレゼントということでね、当選されたお客様にお届けします。キャンペーンナンバーを使ってダブルチャンスキャンペーンに挑戦ということで、当選数は30個、30セットということかな。全1種30個チョコノコセットをってことでね、30人に当たるということかな。全1種サイズは約 4.5 の4体セットということですね。でラストマンションのチョコのコセットと同一の商品ということでね、期間が延長される場合とキャンペーンナンバーが同梱されている商品に関しては使用期間が終了している場合がありますというふうになっております。でキャンペーン期間は9月の末日までというふうになっているのでね、結構時間はありますけどお早めにしていた方がいいかなと思います。はい、そんな感じで1番くじ、ワールドトリガー、戦い、そして証明しろ。こちらのね、商品紹介してきました。もちろんね、ローソン以外でも書店、ホビーショップ、ゲームセンター、ジャンプショップ、1番くじ、オンラインでのね、購入が可能となっておりますので、ローソン以外でのね、くじもぜひご検討ください。はい、そんな感じでね、ワールドトリガー推しの方はぜひ、やるといいんじゃないかなと思います。はい、そんな感じで、ワールドトリガー以外のね、アニメ関係も、情報お伝えできればなと思っておりますので、良ければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。はい、そんな感じで終わります。バイバイ。